ナンンンバーアンダーアダライン愛のノウイチが衝撃。全曲ジーニアスジャパントップ10入り、その理由を徹底解説。ナンンンバーアンダーアダライン愛ノウイチはキャリアの転換点。進化したサウンドと表現力に注目。ナンンバーアンダーアダライン愛のニューアルバム、ノウイチがジーニアスジャパンの今週の総合トップ10に全ての新曲をランクインさせたというニュースは、 ファンや音楽業界全体にとって大きな話題となっています。音楽業界では、アルバムの中の1曲や2曲がヒットチャートに入ることはよくありますが、すべての新曲がトップ10にランクインするというのは極めて稀な現象です。このアルバムがなぜこれほどまでに注目され、リスナーに愛されているのか。その背景には、単に音楽的なクオリティの高さだけでなく、リスナーとの深いつながり、 そしして時代のの空気をしっかり捉えた表現があるのですまずナンバーアンダーライン愛の音楽がこれほど支持されている理由の一つは彼らの歌詞が聴く人の心に強く訴えかける力を持っているからです今回のアルバム「ノ n イチに収録されているすべての楽曲がジーニアス・ジャパンのランキングに名を連ねた背景には単なるメロディーの美しさだけでなくその深い歌詞が影響していると考えられます 例えばアルバムの中で最も話題になっている「透明になりたい」という楽曲この曲は現代社会で多くの人が抱える自己否定や存在意義の喪失感他人の視線に対する過剰な意識といった感情を鋭く描き出していますリスナーの多くが日々の生活の中で感じる不安や孤独感に共感しまるで自分自身の心情を代弁してくれているかのように感じるのです さらに、ILI や、バイ7分の24などの楽曲も、それぞれ異なるテーマでありながらも共通して、人々が抱える繊細な感情や現実の葛藤を浮き彫りにしています。ILI は愛や絆について歌っており、現代の人間関係がどれほど複雑であるかを問いかけています。一方で、バイ7分の24は、日常生活の中で感じる虚無感や、 常に何かに追われているような感覚をテーマにしており、忙しさに埋もれた現代人にとって非常に共感できる内容です。これらの楽曲は、ただ音楽として聴くだけでなく、聴き手に深く考えさせるきっかけを提供しているのです。また、今回のアルバムの特徴的な点は、どの楽曲も非常に緻密に作り込まれていることです。音楽のジャンルやサウンドの多様性が豊かでありながら、 全体として一貫したテーマが流れているのです。これが、アルバム全体を通して聴いた時の統一感と満足感を生み出しています。ストリートライツや、アイスなどの楽曲では、洗練されたサウンドとリズム感が際立っており、特に若い世代に支持されています。音楽そのものが持つ高い技術と、リスナーの耳に残るキャッチーなメロディーが、多くの人々を惹きつけています。ただし、 ここで興味深いのは、今回のアルバムがトップ10に全ての曲をランクインさせるほどの成功を収めたにもかかわらず、ナンバーアンダーラインアイの音楽が単なるポップカルチャーとして消費されるのではなく、むしろ深い聞き込みを必要とする作品として評価されている点です。実際に、ファンの間では、歌詞をじっくり読みながら聞くことが日課になっているという声が多く聞かれます。これは、 彼らの音楽が一聴して楽しめるだけでなく、繰り返し聴くことで新たな発見や深い意味を感じ取れる作品であることを示しています。また、このアルバムの成功を語る上で欠かせないのは、SNS や音楽配信プラットフォームの影響です。現代では、音楽がどれほどシェアされ、リスナーに届くかは SNS の拡散力に大きく依存しています。ナンバーアンダーライン愛も例外ではなく、 アルバム発売と同時に、彼らの楽曲が SNS 上で一気に話題となりました。ファン同士が楽曲についての感想を共有し合い、特に歌詞の内容について深く語り合う場面が多く見られました。こうしたコミュニティの広がりが、アルバムの認知度をさらに高め、結果的にジーニアスジャパンのチャートでの成功につながったのです。さらに、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲がこれほどまでに広く受け入れられた理由の一つとして、彼らの音楽が時代の変化に敏感に反応していることが挙げられます。現代は、多様な価値観が交錯し、個人が抱える問題も複雑化しています。人間関係、社会的なプレッシャー、自己表現の難しさなど、さまざまな問題が若者を中心に議論されていますが、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲はこれらのテーマに対して鋭い洞察を示し、リスナーに寄り添う存在となっています。例えば、ナンバーズという曲は、数字に縛られた現代社会への警鐘を鳴らしており、リスナーに、本当に大切なものは何かを考えさせるメッセージを投げかけています。このように、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は単なるエンターテイメントにとどまらず、 現代社会に生きる人々に深い問いを投げかけるものとなっているのです。また、これまでのキャリアと比較しても、今回のアルバムはナンバーアンダーライン愛にとって飛躍的な進化を遂げた作品であると言えます。以前の楽曲と比べて、サウンドの幅が広がり、より実験的なアプローチが取り入れられています。例えば、レシピでは、エレクトロニックな要素が強く取り入れられ、 新たなサウンドを開拓しつつも、リスナーに親しみやすいメロディーを提供しています。一方で、ジェリーは、より内省的なトーンを持ち、感情の起伏を繊細に表現しています。このように、アルバム全体を通して、多彩な音楽スタイルが巧みに織り交ぜられており、リスナーに対して新鮮な驚きを与えています。しかし、ここで考えるべき課題として、 今後のナンバーアンダーライン愛の音楽がどのように進化していくのかという点があります。彼らは今回のアルバムで非常に高い評価を得ましたが、この成功が彼らにとってプレッシャーとなる可能性も否定できません。次にリリースされる楽曲やアルバムが、ファンの期待を超えるものであるかどうかは、今後のキャリアにおいて大きな鍵となるでしょう。さらに、音楽業界全体がデジタル化の波に乗り、 アルゴリズムやストリーミングサービスの影響力が増す中で、アーティストがどのようにして自分たちの個性やメッセージを守り抜くのかという課題も浮かび上がってきます。この点で、ナンバーアンダーラインイのアプローチは非常に興味深いものです。彼らは一貫してリスナーとのコミュニケーションを大切にし、SNS を通じてファンと直接つながることを重視しています。これにより、 彼らの音楽は単なる商業的な成功に終わらず、ファンとの強い絆を築き上げるものとなっています。これからの音楽業界では、このようなリスナーとの双方向の関係がますます重要になってくるでしょう。最終的に、ナンバーアンダーライン愛のノーーイチは、現代の音楽シーンにおける重要な作品として評価されるだけでなく、リスナーに深い感動と考えさせられる体験を提供しています。 このアルバムがただのヒットアルバムにとどまらず、長く愛されるクラシックになる可能性は非常に高いです。これからも彼らの音楽がどのように進化し、私たちの心に響いていくのか、非常に楽しみです。